昨日うちのおかんが東京から沖縄来たんですけど、7年ぶりに健康診断行ったら悪玉コレステロールが200とかで、いつ心筋梗塞になってもおかしくない状態だって言われたって。だからこれからある日突然死ぬかもしれないって恐怖と、毎日戦いながら生きていかなきゃいけないの辛すぎるなって、私には想像もできない。常に不安がつきまとうっていうか、常にストレスがつきまとってる状態だよね。それでこの先ずっと生きていかなきゃいけないから、薬でなんとか止められるみたいだけどね。で、あと十二指腸とピロリ菌がなんとかで、ピロリ菌を殺す薬を飲み始めたって。でもピロリ菌は癌にならないから大丈夫というか、薬で殺せるので大丈夫みたいですね。500人に1人くらい癌になるらしいけど。うちのおかんって肉そもそも好きじゃないし、魚の方が割とよく食べる。普段からそれなりに気をつけてたんですよね。だそうやって気を使ってなかったらもっと早くダメになってたって。油と塩分取りすぎて、それが致命傷になったのがうちの父親ね。で、そうやって食事に気をつけてたわけで、遺伝性なんだって。うちのじいちゃんも死ぬ時心筋梗塞だったし、うちのパパも、胃がんと心筋梗塞と敗血症の合併症だったし、あんたもやばいかもしんないから気をつけなさいよとか言われてさ、いや何をどう気をつけんだよみたいな。健康診断最後に行ったのが7年前って、そりゃそうなるっていうか、そりゃそうよと思った。病気はね、なってからじゃ遅いんですよ。予防するのが一番いいの。結局、それが一番金かからないんだよ。もう、健康診断行け、人間ドック行け、病院行けって、いくら周りが言っても、本人に行く気がなかったら、どうしようもないんだよね。もう、これはどうにもできないよ。私は、ちょっとやばいと思ったら、すぐ病院行きます。結果、ただの風邪ですって言われても、ああ、よかった、で、失うもんないし。で、私基本的に死にたいんだけど、痛くて苦しいのは嫌じゃん。こう不本意で入院するよりも、元気でいていつでも自殺できる方が良くないですか？みんなの住んでる地域で健康診断安くやってくれるでしょ？案内来るでしょ？会社に勤めてる人は会社でやってくれんだよね。で、私が住んでるとこは500円でできる。あれ行った方がいい。子宮頸がんの検診も1000円でできて、一回行ったな。いや、純粋に楽しいよ、健康診断やるの。で、私ちょうど1年前、去年の3月に行った時、肺に変な影がありますって言われて、で、5000円くらいで、この MRI、病院もののドラマでよく見る、これやったのよ。そしたら、すいません、乳首の影でしたって言われた。だからこれ絶対適当吹っかけてさ、この高い検査やらせようとしたんだよな。そういうことも早めの段階でわかるから、行った方がいい。歯医者の定期検診も行った方がいい。半年に一回。私19歳の時に一人暮らししたてで、もう自由なのが楽しすぎて、毎日ドンキでお菓子買って食べてたのね。そしたら結構でかい虫歯ができちゃって、その時先生に、歯は半年に一回定期検診に来てねって言われて、あ、そういうもんなんだ。そういうのがあるんだって思って、それからちゃんと通うようになったの。だから10年間同じ歯医者に通ってることになるね。近くの歯医者に電話して、あ、初めてなんですけど、定期検診してもらいたいって言えば OK です。虫歯があるような気がするんで、見てもらいたい。でも OK。みんな YouTube で歯石除去で調べてみ？私、定期的に見たくなるんだけど、30年間一回も歯医者に行かなかった人とか、すごいよ。もう歯すっかすか。私がラーメン屋で働いてた時に、歯科衛生士の学校に通ってた女の子がいて、タバコ吸ってる人の歯って、本当に汚くてやばいですよ。それに比べたら、先輩の歯すごい綺麗ですよ。って言われたことあって、それをすっごいよく覚えてる。歯ぎしりある人、朝起きて顎を疲れてる人は、マウスピース作ってもらった方が絶対いい。自分で作れるのも700円くらいで売ってるんだけど、あれはダメだね。歯医者でやってもらうと、ちゃんとこう型取って自分に合ってるやつ作ってもらえるから、5000円くらいなんだけど、私もう2年以上使ってて、めっちゃコスパいいです。あと、人っていつ突然死するかわからないので、写真いっぱい撮っといた方がいい。で、動画も撮っといた方がいい。生きて、動いて、喋ってるところ
うちの父親の家に、私がパパの誕生日の日になんとなく焼肉屋で撮った写真だもん。これが一番いい笑顔だねみたいな。どれが遺影になるかわからんぞ。私今やりたいのは耳鼻科で耳掃除してもらいたい。耳が聞こえにくいとかないけど、ただ耳掃除してもらうためだけに行きたい。でも本当は耳鼻科でやってもらった方がいいんでしょ？やってもらったことある人いたらコメントください。普通に耳かきしてほしいんですけどって言って予約すればいいのかな。耳最近聞こえづらくてって嘘ついた方がいいのかな。